この他諏訪神社獅子舞でございます。この橋渡りの舞はこの橋が壊れてるっていう状態の橋をなんとか工夫をして渡ろうという舞でございます。非常に静かな舞でございますので時々私が説明をいたしますので、考えていただければなんとか渡れるという形になるんですけれどこれから本当に静かな舞です。怖い橋を渡るので暴れる獅子じゃありません。静かに渡る橋でございますのでよろしくお願いいたします。それではお願いします。まだ橋が壊れているかどうかは全然わかりません。様子を伺っているところでございます。
これが入波という合図です。足の中央まで行って足を調べてください。非常に怖い足だという言葉を持ってやっとこう背伸びして逃げてみます。今度は信号を書いて橋の中央に飛んでいきます。ああこれで穴が開いているんだ、どんどん分かったら怖いということで下がっていきます。これを刺してみるわけです。まだ怖くて遠くの方に逃げてるよ。
前自身は何とか中自身を連れて渡ろうというのは走りで乗って橋渡りをやっております。ファンタジーはもう大丈夫だから来いという指示が出ております。静かに静かに真ん中まで何か倒れてしまいます。中央まで来ました。これで後西が今度は俺が渡るぞという形で橋爪を振ります。大きく橋爪を振りました。後自身はもう向こう側に垂れます。中自身を連れてこなくちゃならないので、
今度は後弟子がもう一度中へ入ろうというのを前弟子が大丈夫だからもういいという抑えてるわけで、これはもういいという争ってるわけで、抑え込んでるわけです。納得しましたな。元の位置にお送りしてるわけです。さあ、これで膝をついて静かに全員で渡っていきます。それでは参ります。はい、なんとか渡りきりました。橋が上がっています。はい、これで橋渡りの終わりは終了です。本当にありがとうございました。次に、真由美に戯れる前でございます。ものすごい汗をかいております。次に周りと戯れる周りの舞でございます。お願いします。これは3つに分かれておりまして、最後の曲でこの舞に戯れますので、ここまでちょっと踊りがみんな違いますのでお願いいたします。Thank you.
どうか今疑問で様子を見てる最初の内容でございます。今度は何が下から登ってみた時、ちょっと横顔を向いて何であるのことがやっとこの周りに分かってきたようです。これでマリアが変われるということが分かったようです。これでマリーは最後の今度はマリーに戯れる舞でございます。ハンカチから順番に回っています。ちょっと周りを上に上げてください。もっと上げてください。もうちょっと上げてください。
渡しちゃうないために遠くに投げる。今度は前自身やっと自分のところに周りが来たっていうのは元気がよく出る。Thank you.
はい、ありがとうございます。